皆さん、こんにちは。車を運転しているとき、突然、動悸や発汗、呼吸困難などに襲われ、恐怖を感じた方もおられるかと思います。そのため、以前は好きだった車の運転ができなくなってしまった方もいるのではないでしょうか。そこで、今回は車の運転中、急に襲ってくる動悸と恐怖の原因についてご紹介します。 1. パニック障害。パニック障害とは、激しい不安によってパニック発作、動悸やめまい、息苦しさなどを感じる病気のことです。パニック障害は100人に1人はかかると言われており、誰でもかかる恐れのある病気です。しかし、医師の診断を受けても身体的にはどこも異常なところは発見されないこともあります。パニック症の治療法には薬物療法と心理療法があり、両方とも取り入れるとより有効性が高いと言われています。 2.PTSD。 PTSD、心的外傷後ストレス障害は、強烈なショック体験、強い精神的ストレスが心のダメージとなって、時間が経ってからもその経験に対して強い恐怖を感じるものです。実際に事故後は運転するのが怖いという方々の声が多く、事故から1ヶ月以内では事故のことが頭に思い浮かんだりする一方で、そのことを思い出させることを避けるという傾向が見られます。 3. めまい症。車の運転中に突然めまいというか、視野が狭くなるような感覚になり、ふわふわした感じになります。良性発作性頭位めまい症やメニエール病のような、はっきり診断できる原因がなく、軽めのめまいや耳鳴り、難聴などは自律神経失調症の症状として多いのだとか。そしてその原因は疲労やストレスから来ているのがほとんどです。アルコールを飲みすぎると平衡感覚を維持する脳や内耳の三半規管に一時的に障害を与えることになります。またタバコの一酸化炭素は血液の酸素を運ぶ能力を低下させて、酸素不足を引き起こします。この酸欠状態が脳や内耳の働きに影響を与え、ふわふわと浮くようなめまいやぐるぐる回るめまいの引き金となります。 4. 高所恐怖症。高所恐怖症は精神科医の手助けが必要な不安障害です。厳密に言えば、単に高い場所が苦手なこととは異なります。一般的に高所に該当するような場所、例えば飛行機やモノレール、屋上などに恐怖を感じてしまうのはもちろんのこと、ビルの2階に登るなど、それほどの高所でない状況でも恐怖を感じることもあります。 5. 改善方法。怖いままで逃げ出してしまうと、ますます悪化してしまうこともあります。恐怖はいつまでも続くのではなく、ある一定の時間を過ぎると下がり始めます。その場に居続ければ、いずれその状況でも大丈夫だという体験ができるのです。不安や恐怖のために避けている場所や状況に少しずつ慣らし、克服した経験を積んで自信をつけていくことが大事です。それでも改善が見られない場合は、専門の医師と二人三脚で行うのが近道です。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。
よろしければチャンネル登録をお願いします。